カノンからスタートいたしましたけれども、ここでまたシューベルトの曲を、2曲をお聴きいただきます、まずやはりクリスマスらしくというかアベマリアをお聴きいただきまして、その後森沢さんのフルートで、しぼめる花の主題による序奏と変奏曲なんですけれども、しぼめる花ってなんかその景気の悪い感じがだいぶ、なんですかこれ、失恋してしまった男の子の話、失恋、そうですね、はい、なんですけれども、シューベルトの歌曲集で美しき死に者小屋の娘というのがございまして、その中の一曲にしぼめる花というあるんですよね。水車小屋の娘に恋をした男がですね、恋に破れ、その彼女から、彼女じゃないですけども、振られたんだから、その女性からもらった花、もうしおれちゃってるんですよね。その花を見て、それに語りかけるっていうね、なんかちょっと寂しいような、悲しいようなっていう。連作歌曲たくさんある中の16番か17番かですよね、守護霊の花。そうですね、最初はもう希望に満ちた曲が並んでですね、好きだ好きだみたいな感じで来て、まあ、振られてからが長いですよね。そう、それで最後、まあ、身を、ね、死んじゃうんですよ、そうですね、残暑水車なんで、まあ、そんなでも、この曲はその歌曲とはまた独立して、主題はそこから来ているんですけれども、そうそうそう、最後はどうしちゃったんだろうっていう、そうそうそう、おそらくですから、これは変奏曲なので、その悲しみをね、悲しみを もう全部曲の歌って表現しようとしたのではなく、その素材を使ってシューベルトが料理をしたということですね。なんか、まあ、華やかな曲に仕上げたという、皆さん2人曲で聴いていただければ最初の主題だけね、ちょっとその気になっていただいて、暗くなりましょう一緒に、ね、というわけで、それでは森澤さんには次の曲なのでご準備いただきたいと思います、はい。はい、そのしぼめる花の前にですね、同じシューベルトの、アベマリアをお聴きいただくんですけれども、これも、やはりリストがピアノ独奏用に編曲したもの、先ほど のリゴレットパラフレーズと同じパターンなんですけれども、まあ、アベマリアですから、あれほど派手派手ではないですね。ですけど、まあ、リストが編曲したものですので、まあ、本当に、まあ、例えて言うならクリスマスの飾りのようにですね、キラ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 とあちこちにこう飾りがいっぱいついてて、きれいな曲になっていますので、お楽しみいただきたいと思います。それではシューベルトの曲を2曲続けてお聴きいただきます。Thank you.
ではですね、最後の曲になりました、ショパンの作曲のアンダンテスピアナートとアイアナルネポロネーズですね、スピアナートというのはイタリア語で滑らか、アンダンテスピアナート非常にゆったりとした、波に乗るような波に乗ってメロディーがどこからか聞こえてくるような、穏やかな曲ですね、それに対して後半の、華麗なるネポロネーズ非常にドラマティックで、華麗で華やかでという曲ですね。ショパンの才能っていうか、魅力、もう素晴らしさというのがですね、もう本当にギュッと詰まったような曲だと思います。それではじっくりお聴きください。Thank you.
れではですね、最後にもう一回森澤さんをお迎えしまして一曲お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、ですね、今日演奏していただくのはですね、この季節にふさわしくブエノスアイレスの冬という曲、これはストルピアソラですね、アルゼンチンのタンゴで有名な方で、ちょっと、今日ずっと聴いてきた曲とはちょっと毛色が違いますね。はい、楽しみだ。森澤さんはそういうのもすごくご上手なので、お聴きください。ちなみにこの曲で面白いんですよね。ブエノスアイレスの冬を日本の作曲家がですね、フルートとピアノ用ミニ曲、普通はやっぱりバンドネオン、アコーディオンみたいなのとかそういうのを弾くんですけど、ピアノとフルートで演奏効果が出るように編曲したものを今日はお聴きいただくんですけど、楽譜の最初にですね、日本語が、日本人が作った日本語が書いてあるんですね。バスへの居酒屋風you
ありがとうございました。それでは恒例になりましたけれども、皆さんと一緒にですね、一曲歌ってお別れしたいと思います。プログラムに清子の夜が挟んであったと思いますので、皆さんで、1番と3番かな書いてあると思います。2コーラス分、皆さんと一緒に歌いましょう。そして、今から手順を説明いたします。上手に歌えるように。最初ですね、私と森沢さんだけで、ワンコ最初から最後までダラダラと始まって演奏しますので、そこで早まってキーッと出てしまわないようにしてください、はい、そして、それが終わってからちょっともうすごく分かりやすい短い感想を入れます。タタタタタタタってちょっと入れますので、そしたらみんなでここは拾わずキーッと出てくださいね。そしてそのまま感想なしで書いてある通り1番3番ですね歌ってお別れしたいと思います。それでは参ります。